島根半島の北、50キロほどにある隠岐諸島。大小およそ180の島からなり、道後水道を境に道前、道後と分けられる。結構でも大きいんだな。大きい島と、小さい島といくつかやっぱ重なって見えるけど。おなじみ俳優の前川さん、2度目の磯釣りにチャレンジするため、豊かな海を持つ沖にやってきた。共に釣りを楽しむのは前回同様、磯のエキスパート平和拓也さんだ。狙うはグレ、そして多彩な魚たち。よし、乗った。おい、太ってます、太ってますよ。あー、ちょっといい、ちょっといいですよ、全然違いますよ。嬉しい、高笑いフィッシュですね、これは。早朝に羽田を立ち、七類で乗り換えたフェリーは沖ノ島道前の菱浦港へ入る。ちょうど昼時、港のレストランで前川さんが真っ先に注文したのは沖の名産ブランド岩牡蠣はるか。いただきます。初めて味わう沖の岩牡蠣はるかのお味は、すごいプリッとして食感がいいのと、味はめちゃめちゃ濃いです。一方その頃、平和さんはというと磯にいた。チヌがいる。でもちろん口太グレーもいて、で季節によってはオナガグレーがしっかり混ざってきて、でもちろん平和さんもある、そのハマチとかね、そのブリ系も回るし、で夏場イサキが両方が釣れるし、でもうマダイは言うまでもなく、マダイがめちゃくちゃ濃いとこなんで、だからほとんどその上物でこの深瀬釣りで狙えるメインターゲットが全て生息してるようなとこですよ、沖は。よし、潮が意外としっかり動き出しましたね。ちょうど夕方と重なるように、明日に繋がる釣果が欲しいですね。一匹でいいです。いい魚当たりそうやな、雰囲気あるな、あそこ当たり。どうだ、ちょっといいんじゃないですかね、今日の中では。おお、これこれ、ちょいで、よーし、やっぱり夕方始まってますね。これ全然サイズが違います。二回りほど大きいですね、口太です。これがあるんですね、沖は。見事釣り上げたのは30センチオーバーの口太グレ。ちょっと気圧が下がり、で日差しが弱くなり、で気温も下がって、小さいのが少し活性が下がり気味になってきて、その分いいサイズが出てきやすくなるんだと思うけど、それがかなりこう顕著に現れやすいのがこの沖の魅力の一つでもあって。感性は研ぎ澄まされ、集中力はピークを迎える。よし、来た、やっと来た。おう、うわ、一気に手前や。
うん、どこへ、おー、ナイスサイズ、いい魚、よく引くな最後まで。今日一番強い、浮いてきた、おー、いいブレ、おー、いい魚、やったいい魚ですね、まん丸です、沖スペシャルタイムです、いいですね、これならね、しけた中なんで。40センチに届こうかという見事な魚体、これいいね、いい形ですね、いい形ね、肉厚ですよ。翌早朝、天候は曇り、風やや強し、私の船は外海に面した磯を目指す。小雨が降り出す中、到着したのは見事な地層を見せる断崖の磯場。この景観だけでも観光ポイントになりそうな迫力だ。いい雰囲気ですね。そうでしょ、これ見てください、この岩といい、すごいパワーがありますよ。本当こんな感じのまま海の中に入ってるはずなんで、地形自体が。ああ、そうか。だからこれを水の中に入れてもらったら、なんとなくそれをイメージして、イメージが湧いてくると思うんですよ。一刻も早く竿を出したい前川さん、巻き餌作りに精を出す。基本ついてれば大丈夫ですからね。はい、よし、準備 OK、 行きましょう。1投目を最初からトークをする必要ないと思いますから、ちょっとナチュラルに漂うぐらいゆっくりめで。おお、嘘、なんか食ってますよ。あ、食ってますねお、食いましたねグレーですね何もしてないいかん、釣れてしまったいやー、1年ぶり、1年ぶりですか、嬉しい。でもな、ちょっと今のはだいぶ釣れちゃった感があったので、突然すぎて何かを考える暇もなかったけど、いやー、可愛いけどちょっと複雑でもなんか幸先いいですね。続けざまに再び前川さん、おーおーおおおハハハハ、何もやる暇がない、釣れすぎですね、釣れすぎですね、2頭連続 何もできず、むちゃくちゃ元気ですね魚が。そうですね、当たりは分かりやすいし引きもいいし、なんか俺が考えてるペースより先にことが進んじゃってるから逆に焦るな、落ち着こう。近場を見切り沖を狙い始める。すると、はい、おお、ちょびっといいんじゃないですかね、ちょびっと、これさっきまで釣れてるやつと比べたら、おー、グレーです、来ました、ありがとう。あ、ちょっと大きいですね。遠くにいました。まだこれからどんどん太っていくような感じの、大きくなっていくような、30センチちょっとぐらいですかね。ありがとう。そして前川さんだ。よし、乗った。おい。よし。お、あ、今日の中では俺ちょっといいと思います、ね、そうですね。これが一番ですね、今のところ。おお。今日一太ってるし。綺麗だし、今のでも狙ってるところは合ってるってことなんだな、きっと。いいじゃん、いいじゃん。ちょっとずつ自分で、まあ、少し外にしたりとかずらしてみたりとか、そういうことやってる方が面白いですね。そうなんです、だから、うん、広いでしょ、はい、パッと見てもどこまで投げたって別にいいんですよ、うん、平和さんのアドバイス通り沖に狙いを定め、釣果は上向き出した。来た、来
来た。おお。これちょっといいかもしれないです。ブリーダー、グレーです。あー気持ちいい。うおー。楽しそうだ。うわあ。よく超えてますね。おお。太い太い。すげえな。パンパンですもんね。尾びれとかも綺麗ですね。浮き見えなかったんですけど。あ、手元に来る感じは。はい。ちょっと糸張り気味にしながらやってたらドッ。時が経つにつれ激しさを増す雨だが、そんなことはお構いなしの二人。今いる環境を貪欲に楽しみ味わう、順調にサイズアップを重ねていた。食ったのか。あ、いた。よっしゃ、これでかいかも。あ、それいいかも。来たんちゃいます。いや、今の食い方すごかったな。やった来た来た、やったぞ。おっしゃ、サイズアップ。よっしゃ、やはり魚釣れると笑うもんですね。一方、平和さんはいつも携帯する遊び道具の中からエギを取り出し、イカを狙い出す。前川さんは横でグレーを、ちょっと僕はイカを。来た来た来た、ヒット宝物ヒット。おー、いました。世の中いいですね。やっぱり遊ばないとですね。釣れますね。よいしょ。おお、綺麗。それはいいサイズですか。いいサイズですね。今の時期だったら上等じゃないですかね。綺麗。前もやりましたよね。ね。おお、綺麗。おお。よし。あ、違う魚だ。あ。イサキですね。イサキの子供。サイズアップ。イサキも当たりがいい魚で、あれなんですよ。イサキはもうもぞもぞしたりしないんで。最初グーンっていきますもんね。バーンっていくんですよ。はい。このまま心行くまで楽しみたかったのだが、次第に波風が強まり、続行が困難に。うわ。やむなく一行は風の影響を避けられる磯へと移動する。風は避けられたが、雨足はさらに激しく。かなりですよ、この流れは。沖からこう潮が、いわゆるゆっくりとした当て潮なので。あ、当たり。よし、あ、誰だ。イサキですね。イサキさん、これが出るかな、しばらく。こいつらを避けていかないといけないわけだ。しばらく苦戦するかもしれないですけど、はい、夕方になるにつれて大物が回ってきたらイサキはどっか行くんで。そうか。はい。どこかで変わってくれたらいいけどな。多分グレはそこにいるんだろうけども、どうなんだ。どうなんだって感じですよ、本当に。それその通りです。今もう完璧な独り言でした。デカめの。悩む前川さんに深めの棚をアドバイス。沖に狙いをつける。あと30分。あと30分しかないです。マジか。気がつけば夕方が3時間ぐらいあったらいいのに。本当にいつもそう思いますよ。この時間もうちょっと長く。よっしゃ、おっしゃ、バレるなよ。サイズはちっちゃいけど、でもほら、でも岬がグレーに変わったじゃないですか。本当ですね。これもっと、もっと多分変わってると思います。あんなに岬ばっかりいた場所で、来る、なんか来る。次は平和さん。グレーだ。
終了間際のグレタイム。おお、よし、またなんかいい引きだ。グレには間違いないですね。超いいですね。ああ、グレですね、うん、ああ、よう引く。よし、やった。これでも当たりかな。グーっていくからドキッとしますよね。ドキッとでしょ。この3倍ぐらいだと俺思うもん。イメージ的には。何が来てもおかしくない。あ、これいいの、ちょっといいのかもです。これちょっとマシですね。いい感じですか。いい感じです。あー、ほんとだ。うわー、日暮れマジか。お見事、最後に両径を釣り上げた。口太ですね、まん丸の。おー、いいサイズ。このグレが本日のラストフィッシュ。巻き餌を流し釣り終了。最終日、残された時間は半日。二人は荘厳な海と対峙し始めた。よし、一発目。来ました、ウリボウ。リボいましたか。僕の得意なウリボは。まだ結構な広範囲にいますね。いますね。はい、よう釣れますね。釣れるのはイサキのみ。湧いてる。でも昨日みたいに中でコロッと変わったりするかもしれないですもんね。その可能性はありますね。期待した早朝だったが、我慢の時間帯が続く。前川さん、ちょっと厳しいでしょ、深瀬。厳しいですね。じゃあせっかくなんでね、はい、またちょっといろいろ他の釣りもしながら遊んでみましょう。ちょっと気分転換が。そうなんですよ、必要かもしれないですね。俺はミノー好きなので。おお、ミノーから行きますか。ミノーから行ってみようかな。もう何が釣れてもいいんですよ。僕いつもこうやって遊ぶんですけど、投げてみないとわからない。というわけで早速大海原へ総会キャスト。しばし深瀬釣りを忘れることとする。当たった。なんか来た。なんか来ました。なんだこら。ネギョかな。お、キジハタです。おお、おおすげえ。サンキュー。初めて見たキジハタ。キジハタですね。アコウって言われる。へえ。標準和名キジハタですね。根魚の中でも超高級魚。あ、そうなんですか。はい、これだけを狙って釣りする人もたくさんおられますね。へえ。投げたら来るんですね。来ますね。だ、深瀬釣りではその対象外になってくるんで食わないからですね。綺麗な魚だが、このキジハタを最後に磯の移動を余儀なくされることとなった。群れているイサキに変化の兆しが見られないためだ。残された時間を最後の磯にかける。だがここでも立ちはだかる壁が。スズメダイの群れがお出迎え。違うか。
さあ、スズメダイですね。スズメダイ、また新しいやつ。それがいるならもうどんどん沖へ出していった方がいいと思います。はい、スズメがもううわっと、これが多分一緒に沖へついていくんですよ。はい、これがもう前にもういっぱいいますね。いるんですよ、いるんですよ、うん、こいつの対策としてはもう巻き分けるしかないので、仕掛けだけ先に沖へ投げてですね、はい、であれのそばでいいんで打ってあげて、うん、でまた一発ここに返しとくと、はい、そしたらあんまりあの餌にこっち多めで、そうですそうです、あっち少なめで、なるべくそばに少なくする、はい、で一緒に餌と一緒にこう流していって、うんうん、置きいってかけるようにする、いい魚を狙うと、うん、アドバイス通りの遠投を開始すると、お、何かが来た。久しぶりの、よいしょ、グレですけど。グレですね。平和さんもヒット。かわいい。型は小ぶりながらもグレが釣れ始めた。さらに状況は好転の兆し。スズメダイがどっか行きましたよ。餌取りがいないです。消えました。本当だ。餌の掘ってきた。これは何かの前触れか。うわうわ。びっくり。あの餌取りがいっぱいいたのにいなくなって足元でグレが釣れましたよ。おお、状況が変わったですね。また急変ですね。え、また急変です。あんなにいたのに。前川さんも遠投をやめ近場を狙う。そして来る。ちょっといいかも。お、いった。あ、ちょっといいんじゃないですか、それ。ねえ、ちょっと抜くのしんどいですね、これは。はい、多分すくときましょう。お、太ってます、太ってます。よっしゃ。あ、ちょっといい。ちょっといいですよ、全然違いますよ。嬉しい。今日の中で、あ、長かったですね、ここまで。よく書けましたね、この状況で。嬉しい。すごい小魚多いですけどね。おお、まあまあサイズですね。まあまあサイズですよ。やったー。価値ある一味ですね、これは。口太。苦労したら嬉しいもんですね。高笑いフィッシュですね、これは。あ、目標の40センチには届かなかったが、終了間際納得いくサイズを出せた。いや、終わりましたね。終わりましたね。釣りまくりでしたね、1日半。平和さんが最初にどこ行きたいって言ったら大きいって言うっていう、それだけのやっぱすごい豊かなね、海があるっていうのはもう本当実感できたっていう。少なくともあの小さいのたくさん釣ったじゃないですか、うん、そのイサキにしてもグレにしても、はい、あれの親もいっぱいいますから。そうですよね。だからやっぱ小さいのもいっぱいいるわけですよ、うん。機会があればぜひ沖にもね。いや、来たいですね。ベストシーズンに来たいですね。ベストシーズンに、はい、大物をね、こうどうすんのこれっていうのを味わってみたいですね。いや、でも本当前回に引き続き昼も夜も楽しかったです。刻々と変化する自然から受ける驚き、そして感動。味わいたかったら来ればいい。沖の海はそう誘っているようだった。今回ですね、僕が使っているロッド、ニュー極小です。もともとですね、極小は胴に乗せて溜めて取るっていうのが大きな特徴だったんですけども、それがさらに3つのものを新しく搭載してですね、リニューアルされました。まず1つ、スパイラル X が新たに搭載されてます。それから各つなぎ目つなぎ目をスムーズに伝えようっていうところを最適化したもの、パラボラチューン R
も搭載されてます。そしてですね、ロッドの調子の一番と言ってもいいでしょう、 SSBD。 これはですね、特に体に近い部分ですね、3番、4番、5番、要は持っているところ、ここから、元髪、その近いところをもっと曲げてですね、強い魚が来た時とかにしっかりこの5メートルクラスの竿をグリップまで使って受け止めてパワーを発揮して、戦おうと、魚を浮かせようっていうところが一番大きな特徴なんですね。その SSBD を身にまとったことで不意な大物にも対応できると、粘るパワーロッド、これが一番の大きな特徴ですね。そしてですね、 BBX ハイパーホースに今回新たにですコンパクトモデルが出ました。シマノの LB リールで、史上最小最軽量です。この軽さ、コンパクトさから来るですね、釣りやすさ、操作のしやすさ、これはですね、釣りに大きく貢献すると思います。皆さんもぜひお使いください。